皆さんおめでとうございます。おー素晴らしい。いや皆さんおめでとうございます。クビネプタの部県知事賞受賞となりましたね。今のお気持ちどうですか。まあでもちょっとまあ肩の荷が下りたと言いますかね。まあでも3ヶ月かけてみんなで作ってきて、まあそしてみんなで運行して、まず安全に運行できて、そしてまたいい賞をいただいてと、まあ感無量でございます。2019年の段階で10年連続17回目受賞し、そして4年ぶりの審査となります。11年連続18回目の青森県知事賞ですよ。どういったところが受賞につながったと思いますか。まあただやっぱりそのまあクミネプタはもちろんあの伝統的なネプタではあるんですけども、技術と革新をしていくっていうこともまた一つの伝統、そしてまたそれが文化だなと。でやっぱり今の時代に合わせて、まあ、照明であればその LED を使ったり、さらに LED のテープだったりとか、なので、まあ、とても何だろう、技術的には複雑になってますけども、まあ、その分見た感じがやっぱりうまくできてきてるかなと思うところであります。はい、やはり伝統を守りつつ、そして進化もしているということなんですね。まあ簡単に言うとそんな感じになりますけれど、いやすごい迫力ですよね。そうですね、あのさすがにちょっとまあ去年はとりあえず作りましたけども、まあ合同運行に本気で臨むっていうのは、まあどこの団体さんも一緒でしょうけども、まず4年ぶりということで、その4年前の記憶を多分忘れてたんだと思いますよね。であの間違って大きく作っちゃったっていうのが実際のところなんですけど、間違えて大きく作ったあの、まあ、実はですね、小屋をちょっとあの前の資材と変わりまして、はい、小屋自体がちょっと大きくなったんですよ。でその当時からあのなんかね、小屋の内乗りといっぱいいっぱいに作るっていうのが、なんかわかんない、あのセオリー的になってて、で今年もいっぱいいっぱい作ってみたら、はい、いや実は小屋が大きかったんだと、したらばできたものが大きかったと、まあ、そんな状態になっておりました。だったんですね。で大きいだけではなくて細かいところまでこだわってますよね。まあ、こだわってるっていうつもりでもないんですけど、やっぱりでもやっぱそこから仕上げていかないと、まあ、前提につながらないんで、まあ、そんなとこなんですかね。そうなんですね。いやこうやって見ていますと、もう一つ一つ細かいところ、これどなたが作り上げていきましたか。まあ、作り上げ、まあ、まあなんだろう、順応っていうと、まあ、作り上げたのは当然全員で、作り上げてるんですけど、まあ、当然あの地域の方々もお手伝いいただきまして、でまあそこに、まあ、行き着くまでは当然そのまあ針金を組んで紙を貼って絵を描いてということになるんですけども、まあ、そもそもその絵の構想、まあ、構図であったりとか、まあ、それを考えてもらっているのはいつもうちの会員で、はい、あの絵を描いている、幼い雲源さんという美師さんがいるんですけど、まあ、彼の、まあ、構想ですね。それをみんなをこうみんなでこう具現化していくっていうのが私たちの作り方なんで、まあ、あの彼も今日いるんで、雲源さんいらっしゃるんです。どこ、雲源さんどこにいらっしゃいますか。どこ、そうでしょ、今三田の屋の一番高いところに登っていて、私たちはインタビューしているところを逆に撮影しているという状況にありますが、どうですか今年のこのクミネプタ完成した気持ち。最高です。じゃあ明日以降の出陣予定というのは。とりあえずあの毎日予定はしてます。そうなんですね。まあ、ただこのネプタってすごく雨に弱いんで、あまり天気悪かったらちょっとお休みしようかなと。天気次第ということになるわけですね。どうでしょう、ここ見てほしいっていうところはありますか。まあ、見てほしいのはやっぱりまあ全体見てほしいし、そしてこの昇降ですね、まず高欄部分がまだあって、
そこからその人形の部分もまたもう一段上がってと、で、まあ、結果的には9メーターほど高さが出るんですけども、でその高さをもってしてもやっぱあの狭い土手町コースでも、まあ、回転とか上下とか、まあ、そういう技術を駆使してうまくかわして、運行すると、まあ、そういう部分がちょっと見せ場かなとは思ってました。で、まあ、なんかすごい細かいところに仕掛けがあるよね。そうです、あの随所にあの高丸くんが隠れていたり、高丸くんが、まあ、今ここで言うとネタバラしてなんですけど、まあ、ちょっと端っこに、ね、高丸くんがそっちこっちにいたりとか、まあ、あのこういうのはちょっと昔から遊びでいろいろやってるんですよ。そうなんですね、では西地区ねぷた振興会のねぷた組ねぷたを見たときにはどこに高丸くんがいるかなとか、お猿はどこだろうとか、もう隠れ何々を探すみたいな楽しみもあるということですね。それはあのすごくあの小さいお子さんでもね探して楽しんでいただけると思うんで、そんなところでも、まあ、うちのねぷたを見ていただければなと思いますけども。関係各社ありがとうございます。ありがとうございます。西地区ねぷた振興会の皆さんのねぷた小屋から中継をお伝えいたしました。皆さん本当におめでとうございました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。結構ありがとう。